Hey guys, well, Wing Lion here. It's time for Daily Motivation. The topic today is how to overcome overtraining. こんにちは、ウェルビン株式会社代表の池上です。今回のテーマは、オーバートレーニングを克服する方法というテーマでお届けしていきたいというふうに思います。まあ、まずはじめに、オーバートレーニングの定義から説明していきたいというふうに思うんですが、まあ、オーバートレーニングの定義っていうのは、練習を継続しているにもかかわらず、そして故障や病気などの明らかな兆候がないにもかかわらず、走力が低下してしまう状態のことをオーバートレーニングっていうふうに言います。まあ、だから単に練習がきついからオーバートレーニングとか、まあまあそういう話ではなくて、ちゃんと明確な定義があって、継続的にトレーニングしているにもかかわらず、そして、故障や病気などの明確な兆候がないにもかかわらず、走力が低下してしまう現象のことをオーバートレーニングというふうに言います。で、これ私も、何回も経験があるんですけど、まあどのぐらい遅くなるかっていうと、一番遅くなった時は、まあ5000メートルで2分ぐらい遅くなりました。まあ今でも忘れないですね、高校2年生の9月、今も人生で3000とか輝くワースト記録ですけど、16分32秒というタイムを出したことがあります。まあ当時私自己ベスト14分43秒だったんで、まあまあまあとんでもない記録ですよね。まあそんな私の話はどうでもいいんですけど、まあ今回のテーマはそういってオーバートレーニングから脱却するにはどうすればいいのかというテーマでお話ししていきたいなっていうふうに思います。で、そもそもオーバートレーニングってどういう、まあ、メカニズムで起こるのかっていうことなんですけど、これ結構説明しようと思うとすっごい難しいんですよね。で、なんでかっていうと、そもそも疲労っていうものがきちんと定義できないんですよ。これ意外に思われるかもしれないんですが、まあ、いろんな学者がいろんな指標っていうものを、作ろうと試みてきたんですが、なかなかその疲労という概念を明確に定義する指標っていうのは未だに見つけられていないんですね。で、それはなんでなのかっていうと、疲労っていうのは、まあ、ものすごく、まあ、抽象的な概念であるというか、体全体のメカニズムの中で起こってくるものなので、例えばですけど、血中乳酸濃度なんかっていうのは、まあ、測ったら一発でわかりますよね。それから、血中の、まあ、クレアチンキナーゼっていう、まあ、炎症反応が、強くなっていった時に高まる血中の指標があるんですけど、まあ、血中クレアチンキナーゼの濃度なんかも、まあ、測ればわかるということなんですが、疲労っていうのはそういった一つのファクターではないんですよね。やっぱり、血中乳酸濃度は低い、それからクレアチンキナーゼの濃度も低い、だけど疲れてる、走れないっていうことは平気で起こるんで、何か一つだけのファクターで測れるものではありません。で、オーバートレーニングっていうのはそうやって一つの現象ではなくて、一つの要素ではなくて、継続的にトレーニングしていく中で、その体にかかっていく総合的な負荷っていうものが、総合的な回復力を常に上回り続けた状態だというふうに思ってください。だから、例えばその疲労っていうものを各要素ごとに分解していくと、まあ、睡眠の質、それから睡眠時間とかも、あ、これ疲労じゃないですよ、これ回復の方ですね。疲労の方でいくと、まあ、練習で体にかかっていく、まあ、練習の後に生じた炎症反応の総合であるとか、あるいはその継続的に練習していく中で体にかかってくる、まあ、免疫系とかホルモン系への負荷であるとか、まあ、まず免疫系とかホルモン系の負荷っていうのも数値化するのは難しいんで、もうこの時点で、結構難しくなってくるんですよね。で、まあ、そういったいろんな要素があると。で、回復の方も睡眠の質、睡眠時間、それから、栄養状態、水分補給の状態、まあ、筋肉のそのマッサージですよね、マッサージちゃんとやってるかどうかとか、あるいは他なんですかね、まあそのあたりが中心にはなってくるんですけど、まあ超音波とか持ってる人だったら超音波使ってるかどうかとか、まあいろんな要素があるわけですよ。で、その中で総合的な体にかかる負荷と総合的な体の回復力っていうのが、まあガチンコ対決して、それが長期にわたって負け続けるとオーバートレーニングになるということになります。で、ここからじゃあ回復していくにはどうしたらいいのかっていうことなんですが、まあ、結論から言えば、ある程度のスパンにわたって総合的な負荷っていうのが総合的な回復力を上回ってる状態が続いているので、これを是正するしかないんですね。で、それを是正するためには、まあ、いくつかの選択肢っていうのがあって、まずトレーニングの方から、言っていくと、まあ、トレーニングに関しても選択肢は3つです。で、
その3つの内容を言うと、まず1つは、まあこれ意外に思われるかもしれないですが、現在のトレーニングの負荷をそのまま続けるっていうのが1つ目の選択肢です。一時的にオーバートレーニングであったとしても、それを継続していけば体が強くなって、その刺激に対して適応することっていうのはありえます。だから要するに、オーバートレーニングっていう概念は、まあどのスパンで見るのかっていうこととも関わってくるわけですよ。まあ極端な話をすると、確かにその高校2年生の9月の私っていうのは全く走れませんでした。ただその後ずーっと継続的にトレーニングをして、まあ少なくとも今は高校2年生の自分よりは走れるわけですよ。そういうふうに考えたら、まあなんて言うんですか、その時その場で見たらオーバートレーニングだけど、10年とかっていうスパンで見たらオーバートレーニングになっていないという見方もできるわけです。まあこれはちょっと極端ですよ。これはちょっと極端なんだけれど、まあよくあるパターンとしては、1週間2週間新しい刺激を体にかけた時に走れなくなるんだけど、それを3週間4週間と続けていけば体が刺激に対して適応していくということは普通にあり得ることです。まあなので一つ目の選択肢としては、現在のトレーニングをそのまま続けていくということが一つ目の選択肢です。そして二つ目の選択肢は、まあ、トレーニングの量を減らすっていうことですね。まあ例えば、インターバル今まで 1000m10 本やってたのを 1000m6 本に変えるとか、あるいはちょっと30キロ走40キロ走はカットするとかっていうのが二つ目の選択肢です。まあ、あるいは総走行距離を減らすっていう選択肢もありますよね。例えば2部練習してたのを1部練習に変えるとか、まあそんな選択肢もあります。それから3つ目の選択肢は、トレーニングの質を落とすっていうことです。で、まあ、トレーニングの質を落とすっていうのは、まあ、インターバルの設定タイムを落とすとかっていうのもあるでしょうし、まあ、そもそもインターバルをカットして持久走中心の練習を組んでいくっていうのも選択肢の一つだというふうに思います。まあ、トレーニングに関しては、まあ、結局はこの3つの中から選ぶしかありません。で、回復の方では、まあ、こっちが結構地味に重要で、やっぱりオーバートレーニングになるときっていうのは、まあ睡眠の質が落ちてたりとか、まあ要するに体が、なんていうんですかね、交感神経活発になってたりとか、ストレスホルモンが出まくってる状況なので、睡眠の質が落ちてたりするんですね。で、それから、まあ免疫系ホルモン系にダメージ受けてるので、まあ食欲が低下したりとか、まああるいは人によっては、まあ人によってはというか、一般的には性欲も低下します。だから、まあ食欲も低下してる、睡眠の質も低下してる、で、まあ、これはあんまり関係ないですけど、性欲も低下していく、そういった、まあ、代表的なオーバートレーニングの兆候があった時に、やっぱり睡眠の質が落ちてたりとか食欲が低下してると体もなかなか回復しないんですよね。だからまずはそこにアプローチしていく必要っていうのもどうしても出てくるので、まあ、例えばですけど睡眠の質が落ちてるのであれば、就寝直前の、まあ、パソコンとかスマートフォンの使用は控えるとか、まあ就寝直前に10分とか5分でもいいから瞑想してみるとか、まあヨガをするとか、まあ副交感神経優位になるような行動を取り入れてみる、まああるいはその食欲の低下で言えば、お灸をしてみるとか、まあ千年灸って薬局で売ってるやつとかでいいんで、自分でお灸をしてみたりとか、まあ自分が好きな、メニューを並べてみたりとか、あるいは冷たい水とかたくさん飲んでると食欲低下するんで、まあそういうのは避けてみるとか、あるいは、お鍋とかスープみたいな、そういうあったかい汁を飲むと胃腸も元気になってくるんで、まあそういうあったかいスープ系とか鍋物を取り入れるとか、まあそういった対処が必要になってきます。で、ちなみになんですけど、低下していた性欲が元の位置に戻ってくるっていうのは、これはホルモン系が、ダメージを受けてたホルモン系が元のレベルに戻ってるっていうことを、意味するので、まあそういう意味では、その自分の性欲の状態を知っておくっていうのも、一つの自分の体の状態を知る有効な指標になるので、まあそんなこともちょっと頭に入れておいてください。というわけで、今回はオーバートレーニングを克服する方法でした。また次の動画でお会いしましょう。最後に、あなたに考えていただきたいことがあります。時は1964年、前回の東京オリンピックで銅メダルを獲得した円谷幸吉さんのマラソンの自己ベストは2時間16分22秒。私のマラソンの自己ベストは2時間13分41秒。どうして私の方が速いのでしょうか？私の方が素質があるのでしょうか？私の方が努力家なのでしょうか？もちろんそんなことはありません。オリンピック銅メダリストの円谷さんと比べるなど考えただけでもおこがましいです。ではなぜでしょうか？それは前の東京オリンピック。
った関節技術を用い、トレーニング理論、栄養、サプリメント、睡眠などのリカバリー戦略、認知科学をベースとした心理学の発展があり、それを学び、応用してきたからです。ここでもう一度あなたに質問させてください。あなたは本当にこの2020年代を生きているでしょうか？実はあなたが早稲田や駒沢などの過去の駅で常連校に在籍していたり、実業団に所属していたり、外国のマネジメントに属してプロとして走っていない限り、最先端の情報には触れられないんです。ネットや本に最先端の情報はないんです。学びたくても学べない。これ、かつての私が抱えていた悩みなんです。だから、プロとして走り、大阪マラソン日本人トップにもなった今、プロの知識と経験を体系的かつ網羅的に学べるコンテンツをご用意いたしました。あなたを真の最先端にご招待。まっすぐこの下の URL をクリックし、詳細をご確認ください。